ペドロ一世はカスティーリ王国の国王。その振る舞いから残国王、または正義王とも言われる。名前もあだ名も同じで混同されやすいが、同じく正義王、残国王と呼ばれるポルトガル王ペドロ一世はおじにあたる。1334年、カスティーリ王アルフォンソ十一世とポルトガル王女マリアの間に生まれる。アルフォンソ十一世には、 愛称レオノール・デグスマンがおり、彼女との間に10人の子を設けていた。ペドロ誕生に先立つ、1334年1月13日、レオノールはエンリケを出産する。エンリケのドーボアには溶接し、トラスタマラ博の地位を与えられたエンリケが、実質的な長男として育つ。1350年3月、不王が崩御し、ペドロ一世として即位した。しかし、 家臣の苦靴に過ぎず、反発するも母、マリアの裏切りもあり、逆に抑え込まれてしまった。しかし、すぐに家臣たちは仲間割れをはじめ、その木に乗じて実権を握った。この時母をポルトガルに追放した。さらにイボ兄、トラスタマラエンリケも国外へ逃亡し、敵対する。1353年6月3日、ボコマリアと、 ポルトガル人の最小不安アルフォンソでアルブルケルケのすすめによりフランス王族の第二代ブルボン公ピエール一世の娘ブランシュと結婚した。しかし彼女を幽閉したためフランス王家とも対立することとなる。一方、愛称マリアデ・パディーリャとの間には1353年から3年連続で女子を設けた。ブランシュは1361年孤独のうちに逝去した。 ナヘラの戦いこうして始まった治世は有力貴族を弾圧して王権強化策を取り下級貴族の文官やユダヤ人を登用した。しかしエンリケが1366年に国内の多くの不平分子を結集して武装を放棄した。反乱軍はアラゴン王ペドロ4世やフランス王シャルル5世と同盟していた。1337年からイングランド王国と フランス王国は百年戦争の下中にあった。一連の戦乱の中、フランス王シャルル5世は、1365年に、ブルターニュ継承戦争では敗北するが、1369年には、フランドル女白マルグリットを、弟フィリップと結婚させて、イングランドの勢力拡大を防いだ。シャルル5世は、フランスが劣る、海軍力を持つカスティーリアに接近を図るため、 フランス亡命中のエンリケを支援した。1356年9月のポワティエの戦い以降、フランス王国は、盗賊と化した傭兵の扱いが、社会問題化しており、その解決策として、ベルトラン・デューゲクランに傭兵を引き移させ、カスティーリア遠征を起とした。1366年1月に、カスティーリア遠征が開始されると、ゲクランは3ヶ月で、首都ブルゴスを陥落させて、 エンリケを退官させた。国を追われたペドロ一世はアキテーヌへ亡命する。イングランド王エドワード三世は同地を息子のエドワード黒大使に委ねており、1363年からアキテーヌ大公として宮廷を開いていた。9月23日、ペドロ一世は領土の割動を条件に黒大使とリブルヌ条約を結んだことから、ペドロ一世とエンリケの戦いは、 英仏の代理戦争の様相を呈した。翌1367年4月3日、カスティーリアに帰還すると、グラナダ王とも結んだ、ペドロ・一世とクロ使は、ナヘラの戦いに勝利し、デュー・ゲクランを捕虜にした。しかし、エンリケは敗走した。処刑される、ペドロ・一世とそれに見えるエンリケ勝利も、束の間、クロ使や兵士はセキリに離患し、ボルドーまで交代した。また、 リブルヌ条約では、戦費の半分をペドロ一世が負担すべきところ、ペドロ一世は支払いを拒んだ。そこで、黒大使は、アキテーヌに徴税し、民の離反を招いた。特に、南仏のアルマニャック博ジャン一世と老いのアルブレ卿、アルノーアマニューラ諸公は激しく反発し、1368年6月にアルマニャック博がシャルル五世に上訴する事態となった。 黒大使は出頭を命ぜられ、赤痢にかかっていたこともありアキテーヌ領に引き上げた。これを機に、再び、シャルル5世とエドワード3世は激しく対立した。シャルル5世が建て替えた、莫大な身の白金を支払い、解放されたデュゲクランは再び、エンリケ側の将となり戦線復帰した。1368年9月、エンリケが再び、カスティーリア入りすると、 諸都市は続々とエンリケ側に立ち、1369年3月23日、モンティエルの戦いで、ゲクランの検索によるエンリケ軍の奇襲が行われ、ペドロ一世は敗北、戦死した。または捕らえられて処刑されたともされる。エンリケと面会し、エンリケに顔面を担当で切りつけられて死んだともされる。ペドロ一世を破ったエンリケは、エンリケ二世として即位し、 トラストマラ王朝の祖となった。また、デュゲクランは1370年に、フランス本国へ帰還し、フランス王軍司令官に任ぜられている。次女コンスタンサは、ランカスタージョンオブゴーオーントに、サンジョイサベルは、ヨーク公エドマンド・オブラングリーに課した。コンスタンサは、カスティーリャ城の多い請求者となり、ランカスタージョンは、 妻の権利を主張して1386年にカスティーリアに遠征したが、二人の当局は果たせなかった。1388年7月8日、バイオンヌ条約によりコンスタンサは、大位継承権を放棄した。また、この条約により、コンスタンサの一人娘カタリナが、エンリケ二世の孫エンリケと婚約し、二人はそれぞれアストリアス公、日の称号を得た。 1390年に結婚が取り行われ、ペドロ一世とエンリケ二世の孫同士が結婚したことで、ボルゴーニア家とトラスタマラ家の血統の合一が図られることとなった。正義王ペドロ一世、ペドロ一世の戦いは、カスティーラ王室と対立する貴族階級との戦いであり、彼はエンリケに負けたのではなく、貴族階級に負けたのだと言われている。貴族たちは自分たちにとって、 都合の悪いペドロ一世を排除し、自分たちに従順な王朝、すなわちトラスタマラ王朝を擁立したのであった。結果的に彼の貴族たちを抑えつけようとした政策が裏目に出たこととなる。ペドロ一世の悪評の大部分は反乱に勝利した彼の敵たちにより作られたものであると見られている。ペドロ一世の治世下では、カスティーリャ王国は治安が良く、 その恩恵を受けていた商人たちは、ペドロ一世の没落を惜しんだとされている。ペドロ一世に、好意的な人々は、彼は単に法律に従わない、あるいは、他人の権利を尊重しない者たちを殺しただけであると、した。後の世になって、評価は見直され、その公正さから、正義王という別名が付けられたのであった。ここに、王家は交代したが、これは、カスティーリャ王室と、 貴族階級との長年にわたる勢力争いの大一幕の終わりでしかなかった。王室と貴族階級との勢力争いはさらに2世紀近くも続き16世紀初頭のカルロス一世の時代になってようやく終わりを告げる。王子の時代、エドワード3世の次女ジ,ジョーンと婚約した。しかし彼女はフランスからの道中、国史病によりバイオンヌで急死した。ペドロ一世は 王妃ブランカに対して不実であった。それは父アルフォンソ11世も同様であったが、父が王妃を礼遇するにとどまっていたのに対して、ペドロは王妃を幽閉死に至らしめたのである。彼が誰はばかることなく、情熱的に愛したのは、愛称のマリア・デ・パディーリであり、彼はマリアと結婚していると主張した。ブルボン家のブランシュとは、間違いなく正式に結婚していたが、その間にも、 カストロ家の女性 F アナと結婚し、息子を産ませた後に捨てている。ペドロ一世が、高級の中であぐむことなく生涯愛し続けた女性は、マリアデパディーリャだけであった。マリアデパディーリャとの間に一男三女を設けた。成人した娘二人はいずれも、エドワードクロ大使の弟と結婚した。他の愛称との間に4男一女がいる。ありがとうございます。